皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報今日もよろしくお願いします。今日は2月の14日の火曜日になっております。お題がこちら。 ストップ高決算3銘柄ということで話をさせてください。やっぱ決算シーズンですからね、ストップ高した要因っていうのをね、ちょっと探っていきたいなということで、つぶれやシチズン、田辺コンサル、この辺チェックさせてください。また大きく動いてるところでダブルスコープやポート、個人的に注目してる銘柄なので、この辺もご紹介させていただければなというふうに思っております。また本題の前に重大報告ということで、2月10日の毎朝チャート分析チャンネルで次女の報告をさせていただきましたが、次女が退院してきまして、ますます忙しくなってきますよということで、今日もですね、終わりには長く、 2時。 23分時点でちょっとお伝えできればなというふうに思っておりますのでよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れていきたいというふうに思っております、まあ、事情により終わりにならない場合もありますけどもこれを見れば日本株の今日の雰囲気がわかるぞというチャンネルを目指しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速見ていきましょうはい、えー、今日の3指数ですが小幅に上昇しております上昇していること自体はとってもいいことだというふうに思うんですけどもやはり今夜の22時半にアメリカでは CPI 消費者物価指数 が発表されますので、まあ、そんなに大きな動きにはなっていないということですね日経平均で見ますと値上がり銘柄数の方がとても多いということではありますが、まあ、決算発表絡んでですね例えばリクルートホールディングス結構下がっていたりしますのでそこは警戒をして持っていきたいなというふうに思いますで売買代金見ていきたいんですがトップがレーザーテックですねレーザーテック2.3%ということで、まあ、今日上がりやすい地合なのかなというふうに思いますし際に日本製鉄が入ってきてるんですよねやっぱまあ配当取りとかあとバリュー株を見直すとかっていう動きは結構今もね、えー、続いているのか という感じはしておりますでトップ10までがもう全部こう上がってる感じなので、まあ、流れは上を向いているっていう形ではあると思うんですよね。 ただ、まあ、消費者物価指数、結構今回警戒されていると思うので、まあ、そこはしっかりと見極めた上で、アメリカ株の方向性なんかもしっかりと見ていきたいところですね。こちら、グロースのバイオベダリテランキングなんですが、トップがバンコブイノベーションですね。これもストップ高していると思います。エネチェンジも大幅高ですね。キャンバスが3位ということになっていますで。このように変動がかなり激しいんですが、一番変動が激しいのが、昨日決算発表して、昨日もストップ安をしていた EDP ですね。この EDP という銘柄がですね、 今日もおそらく寄らずのストップ安となれば、ですね明日は制限値幅の拡大、下方の4倍拡大ということになりますので、明日は間違いなく寄りつくと思うんですよね。まあ、でも、それに引っ張られることなく、上がる銘柄はしっかりと上がっている銘柄も目立ってますし、指数も上昇してますから、まあ、良かったかなというふうには思ってます。また EDP に関しましては注目銘柄だけに、ですねちょっと明日見れるようだったら見てみたいなというふうには思ってますけどもね、慎重に取り扱っていきたいなというふうに思っております。 けども4時14時時時17% 8分時点で17を超える下落となっております昨日、決算発表を行いまして本決算発表だったんですね。で、本決算発表で12月決算になっております。結果は良かったです。50.5%売上前年同期比増してまして営業利益で4.1倍ですからかなり良い結果に見えますしこの赤いねえ塗りつぶしは最高 売上最高益なんで、すねなんで、まあ、それを更新したとてもいいことなんですけども、ただ、次の期の決算、次の期の予想ですね、これが売上高で10.9%増、営業利益29.7%減ですので、まあ、この通気予想、次の期の予想、ここを嫌気した売りというふうには言われております。チャート見ていきましょうか。 ダブルスコープなんですけども、もともとここはダブルスコープショックみたいな感じでね、めちゃくちゃ下がったところですよね。で、ここで一回上値を試しに行って、上がりきれずに75日線に抵抗を受けて、また下がってしまって、で、もう一回75日線にトライするかどうかという形ですね。その状態から決算をまたいでという形になりましたが、結果的にギャップダウンでまた下がってしまったという形です。まあ、今年の安値は割れているという形ですね。昨年来のザラバ安値は割れてないかなという形ですが、終値ベースでは明らかに安値を更新してしまうと。 という状態になりましたまた大幅な下方修正というか、まあ、通期予想の、ね、下振れということになりますので、PR 水準が今まで20倍ぐらい、ダブルスコープ、リチウムイオン電池関連で20倍、えー、すごい安いかなーなんていう風に見ていたんですけども、一気に40倍に上がってますから、まあ、こういったところから、ですねどうしても売りがまだ続きそうかなーなんていう、そんなイメージを持ってしまいますね。まだまだ慎重に見ていきたいと思います。続いいててポポーートト見ていきまままししししょうポートは14.15%の上昇となりました情報修正をしまして 人材支援サービスが好調とということになっております14.5億円から17.1億円の情報修正なんですけどもこの辺はですね中期経営計画の目標に合った数字になってますただ売上に関しましては中期経営計画を超過達成する見通しまで上振れているということですのでかなりポジティブに反応しているという形になっておりますポートの冷やし穴ト見るとしっかりとした要線寄り付きはそんなに高くないんだなという,ふうに思ってたんですけども、ね、直近高値もしっかりと超えてきましたからざらばの動きと そして、して PR に関しましても、やっぱり情報修正ですから、ぐっと下がって、割安性もまだまだあるんじゃないかなというふうには感じます。PR16.1 倍で、業績の成長もかなりしっかりしてますからね、うーんポートはこの成長でまだ16倍ですから、まあ、魅力的なのかなというふうには感じております。続いて、ストップ高でいきますと、まず、つぶらやホールディングスですね。ここはもう3点セットみたいな感じじゃないでしょうか。情報修正して、増配して、優待も出しますと。 いうことですね。 ねまあ情報修正の幅もそれなりに大きいですし、配当金も20円から60円に引き上げてますし、優待はウルトラマンをモチーフとした記念品を贈呈ということですから、まあ、ウルトラマン好きにはたまらないんでしょうね。僕はいらないですけどね。チャート見ていきましょう。はい。えー、チャートはこのような形になってますが、あれそんなに大したことないかなというふうに思いがちですけども、今日のストップ高会計配基準は3110円になってますから、このメモリの上です。さらに上です。という形ですね。で、高値をつけて一旦調整入って、で、 もう一回、騙し下げみたいなのがあって、ぐって上がってますから、需、まあ、給的にも決して悪くないんじゃないかなっていうふうに思いますし、PR も決して高くないですね。えー、そういったところを考えると、もう一回上昇が続いていくんじゃないかなというふうには思ったりはしておりますが、まあ、もちろんそれは見てみないとわかんないですけどもね、えー、なかなか注目銘柄だということで押さえておきましょう。シチズン見ていきます。シチズンはですね、これ、自社株買いを やってきましたね。ものすごいパーセントです。25.61%。ここまでの自社株買い、あんまりっていうかほとんど見たことないですね。で、さすがにやっぱここまで上げれば株価もそれなりに上がるんだなと。今日のストップ高会計配基準は16.18%ですから、まあ、らずのストップ高ということになってますね。チャートチェックしていきましょう。このような形になっております。こちらもですね、実は 718円ですから、えー、この一番上の水準で656円ですからねこのはるかに上という形になっておりますどこまで上がるんですかね25%ですからね、まあ、それぐらい株価上がってももちろんおかしくはないという形にはなりますけども、まあ、PR が10倍超えてきてるという水準になりますので、まあ、この辺どうなるのかね、えー、注目して見ていきたいところかなと思います最後田辺コンサル見ていきたいと思います田辺コンサルに関しましては株主還元の方針変更を発表し大幅増配やっぱ増配ってね今すごく評価されるんだなっていう いう感じはしますすね、うん、で連結総還元成功100を目安とするどういうことっていう、まあ、そんな感じがしますね23年3月期の年間配当金を26円から42円え結果配当利回り年間で見ると4.83%ですので、まあ、非常に増配がインパクトがあるということになっておりますストップ高ック会計配ということですね869円ですのでこちらもですね 上にいるっていう形ですかね。結構上にいますね。これまでにもだいぶ上がってきたんですけどもね、もうすごい上に来てるということになっております。で、PR 水準20倍ですから、ちょっと高いかなって感じはするんですけども、どうでしょうね。業績なんかも絡めて見ていく必要があるかなというふうに思っておりますが、まあ、こういう決算たくさん他にもありますので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただければなというふうに思っております。それでは指数の売買戦略見ていきましょう。はい。まずは日経平金株価です。日経平金株価なんですけども、下に今日は MacD を出しております。でえ、このレンジをね、やっぱりまだ突破できてないっていうと どちらかというとやっぱり陰線が多いっていうところがねレンジの中なんですけどもまあやっぱりちょっと弱いのかなザラば強くないなってそんな印象を受けますねデッドクロスにはなってない分やっぱり CPI 後の株価の動きっていうのをねしっかりと見ていきたいところですトピックス見ていきましょうトピックスに関しましてもやっぱり陰線をつけてるという感じですかねまあでもやっぱりこの上昇トレンドを維持できてますので どうせだったらば、このね、加工トレンドといいますか、三角持ち合いみたいなね、この加工トレンドラインみたいなものを超えてくると、加工トレンドラインではないんですけども、厳密に言うと。でも、抵抗戦にはなってると思うので、そこはちょっとしっかりと見ていきたいところかなと思います。マック D もギリギリデッドクロスを避けて動いている感じになってますね。まずーズ見ていきます。まずは今日、要線つけてますね。要線つけてますが、一旦割ってしまったこの上昇トレンドラインをですね、今度は抵抗になってしまうような動きにならないといいなというふうに思うんですが、今日の上昇ぐらいではそこを突破することはできていないということになりますね。 で、マックディがデッドクロスになったまま2日ほど経ったという形になります。1日経ったということで、さらにね、まだ下向きが改善されているわけではないので、まあ、決算後、明日もね、マザーズ銘柄たくさん決算出てきますから、どんな動きになるのか、そしてそこと CPI が重なっているということで、まあ、グロス株にとっても大きく動くきっかけになり得ますからね、そこはしっかりと見ていきたいところかなと思います。アメリカ株もざっと見ておきましょう。今回の、昨日のアメリカ株は結構高値引けまで来たっていう形ですかね、もう高値付近で終えているという形ですから、 味はとっっってもも良かったんですけどもねやっぱ日本株にその流れが続いていないという感じかなというふうには思っています。ニューヨークダウンもほぼまだレンジですね。エサと B500 も要請につけましたが、この下降トレンドライン意識しておきたいところですね。ナスダックも一緒です。やはりこの下降トレンドライン、もしくは上昇トレンドラインへの復帰、この辺をチェックしていきたいところですね。そしてラッセル2000ですね。ラッセル2000はこのような形になっているということになります。ただ MacD がねかなりデッドクロスになって下がりそうな感じもありますからね。CPI の結果次第では、 超えてくるともう可能性も十分あると思うんですけども MACD もついでにゴールデンクロスになるかどうかこの辺チェックして見ていきたいところかなと思います。今夜十時半 CPI 発表後、そしてアメリカ株の方針というのね、しっかりとチェックして毎朝の YouTube チャンネルで、えー、しっかりとレポートしていきたいなと思ってますのでそちらのチャンネルもぜひよろしくお願いしますはい、ということでね、今日はストップ高銘柄、三銘柄ということでつぶらや、ズン田辺コンサルという風うに見ていきました、まあ、やはり株主還元ですよね今のテーマはね、株主還元をどれだ だけやってくるか。決算自体は実際に利益を増やせている企業っていうのは結構少ないらしいです。増収経常減益決算っていうのが結構目立つんですけども一方で株主還元により力を入れて増配をしてきてっていう株,価が,株がかなり評価されているような印象もありますのでぜひ配当金狙いっていうのはねかなり株価的にも恩恵の高い 投資になる可能性もあるかなという風に見ております。それでは、個別銘柄をとことん、分析するマガジンお知らせを入れさせてください。えー、毎週金曜日更新で分析記事をアップしております。最新記事はベースフードという形でね。これ、完全栄養食のまあベースブレッドとかベースクッキーとかま、先にもお世話になっている銘柄で訂正分析も兼ねて分析しております。もしよろしければ、概要欄の url をぜひ一度チェックしてみてください。また、同じプラットフォーム内でメンバーシップをやっております。メンバーシップに関しましても、こちらは記事が読めるという機能は変わり,はありませんが、月額が若干異なりますので、どちらかを選択。 いただければと思いますこっちを選んだ方もこっちに乗り換えても全然問題ないのでもしよろしければ概要欄の URL をぜひチェックしてみてくださいよろしくお願いしますということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマックボタンをまた明日以降もこのような形で夕方5時目標で更新をしていきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさようなら